まありがとうございます。はい、また野球に戻って、今度はマナちゃんさんですね。はい、目がお一つです。今目がポプセンポプセンで目が一応その辺も順番通り、はい、ちゃんとやってますんで。はい、じゃあ一つ。お、チョウさん、うん、はい、うん、ウォルコットさんですね。3番目どうだ。もうベース系、あ、ベース系じゃねえ。はい、ウィルケン、ブロックウィルケンですね。ブルワーズだ。よいしょ。はい、エイダン・スミスはファースト、マリナーズ。で、ファースト、モロベルさん。エンゼルスですね。モロベルさん、ドミニカか。ドミニカ多いですね。強いな。はい、カラスさんファースト。あ、遅いきた。はい、あ、マックス・アンダーソン。はい、あ、やっぱ2番目ちょっと不意打ちだとドキッとするね。来るね。はい、1パック目はね、2番目ちょっと気合入れてやったんですけど、ちょっと今忘れてましたいきなり来るね。これ下はインサートか。はい、レチアン、うん、ロックフィート。2002年生まれ。ドラフトは去年の2巡だ。おー、まあでも45番目ですかね。ほーね、デトロイトもまあちょっとまたこうね、打線が悩んでるというか、監督さん、うん、どうしようかなみたいな。バド上げるみたいな。バド上がってきたみたいなねえ、ちょっとこうなんか、うん、不安定だね。大臣もね、はい、ランクフォードでアダムス。よいしょ。もう打順ね、3番4番5番あたりはもう固定でっていう人が出てくるんですけど、はい、ワンパックで、ワンパックじゃないか、ワンボックスで3位来ましたね。まあ大卒の二巡ってことか。まあ結構即戦力、そうですね。デトロイト即戦力欲しいですねっていうそうだよねっていうところですね。はい、じゃあこちらでね、今日発送します。またぜひチャレンジしてください。ありがとうございました。